息抜きがてら楽しく聞いてます。質問なんですが、ひろゆきさんのトレードマークである黄色パヤカをいつも羽織ってますが、室温が気になります。寒いんですか？お部屋は何度くらいか気になります。わかりません。あのうちがそのセントラルヒーティング的なやつで、あのお湯、あったかいお湯がこうぐるぐると回っているってやつで、で去年までは、一昨年までは割とあの冬場は寒くて別に暖房つけてたんですけど、あのウクライナ危機以降多分その電気代が高くなったので、そのなんかその管理組合が部屋の温度を上げたっぽくて、なのであの暖房一切使わない状態で、そして今暑いんですよ。なのであの僕その汗かきながらやるんですけど、はい、なので結構室温高いんじゃないかなと思うんですけど、はい。というわけでお疲れ様でした。